高弘さん。いえ、まだこちらの電気がついてたので誰かいるのかと思いまして。お邪魔したようですね。失礼いたします。はい、はい、少しなら。それではお付き合いさせていただきます。いただきます。暇があるんだったらとっとと起きるでちゅ。ほらほら。はあ、メイドに起こしに来させるならいい加減裸で寝るのはやめるでちゅよ。たく。あ。キュー。大変でちゅ。ミニアちゃんが倒れたでちゅ。本人も気にしているのでちゅから。
ほらほら、所長、くだらないこと言ってる暇があるなら、たまった書類を片付けるでちゅ。でもそのおかげで平和な場所で所長と仕事ができるのでちゅから私は嬉しいでちゅよ。いいえ、何も言ってないでちゅよ。それではまた書類を取りに来るでちゅ。あら、珍しいこともあるんでっちゅね。雨乞いでちゅか。たまにではなく、いつもお願いしたいでちゅ。コーヒーここに置きまちゅね。チェックしまちゅ。はい、オーケーでちゅ。この調子でちゃんとリニアちゃんたちを指導してくださいね。では失礼しまちゅ。なんか不満みたいだね。ちょいと待ってて。よいしょ。食事とは視覚でも楽しむものだから、私のビューティフルな水着姿でごまかそうかと。
あれダメ。女の人の水着姿って男の人は嬉しいんじゃないの？じゃあ早速。ありがとう。お粗末様でした。あ、だな、ほっぺたにご飯粒。こっちだ。じゃあこれでどうだ。それではこう来て飛車取り。ああ、ちょっと待った。ダメダメ、もう3回も待ってるよ。頼む、5章だ。おじさんの5章は長いな。それではチッチッと戻して。ありがてぇ。あー来て、こう来て、あ、旦那、どういうこと？静かにしろ。人に当たらない、当たらない。分かってろい。これでどうだ。ほいほいっと。そうくると、よっと、これでどうだ。ふんふん、じゃあこう来て、大手。ちょっと待っ、
いや、こう逃げて。じゃあこうして金打ち済み。ジョーちゃん強えな。こんだけやられちまうと逆にすがすがしいぜ。おお、お前来てたのか。みっともねえところ見られちまったな。いつもみたいに一人でやってたらよ、ジョーちゃんが来てやりたいって言うもんだからよ、一丁もんでやるかと思ったらこのざまよ。情けねえったらあれやしねえ。じゃあ私仕事に戻るね。おお、引き止めちまって悪かった。旦那様もなんか用事があったんじゃないの？そう。じゃあね、おじさん。また今度。次は負けないぞ。楽しみにしてるよ。今回のジョーちゃんたちは特にいい子ばかりだ。リニアって子もカズサって子も。タカヒロ、ジョーちゃんたちを泣かすなよ。そんなことは当たり前のことで、これからも泣かすなってことだ。なんかムカつくけど、そういうのはやめる。聞きたいことがあるのよ。じゃあね、スパッツとブルマとスクール水着のどれが好き？ちゃんと答えて。ね、わかった、ありがとさ。